中京記念では3連単1点はね、残念ながら、ダメでしたけど、エピファニーがですね、パドックで非常によく見えましたので、3番手、4番手評価というところで、なんとかね、3連複の、抑えという形で、日本ピロキーフがね、変な人気になってましたけど、私は適正的に難しいなと思いましたので、無印というところで、やらせていただきました。そして皆様からはこんな賞賛の声をたくさんいただいております。根気強くチャンネル登録していただいた皆様、誠にありがとうございます。土曜競馬ではですね、あまり私新馬戦は難しいので買わないんですが、あまりにもピコちゃんブラックのね、調教が良かったので、ピコちゃん買いました。そして先週のですね、函館記念も、残念ながら3連単の1点は無理でしたけど、アウスバールをですね、対抗で、指名させていただき、最後の最後でですね、ホービースケッツ、素晴らしい、パドックが見れましたので、単穴評価という形で、一応この3頭をね、指名させていただきました。提供はトリップサムライがお送りいたします。はじめましての皆様、私が競馬で的中し続けていた頃の成績とパタヤでの生活の一部をご紹介いたします。小倉では3連複1点975万を的中、新潟では3連複1点200万を的中、そして小倉日経では138万を的中と1点予想のため、毎回の的中ではないですが、当たれば大きく的中、その後も数々のレースで的中し、パタヤで隠居生活、しばらく競馬とは離れていました。帰国後は予想活動に復帰しておりますが、成績はいまいちですね。得意な調教眼を生かし、皆様と共有したく、YouTube にて旅をしながら、旅人として配信中です。私と共有して、タイでのんびり馬券生活しませんか？応援よろしくお願いいたします。それではですね、エルムステークスの最終予測からね、入っていってみたいと思います。私今タイにおりますが、タイからもですね、動画の方は確認できておりますので、やはりここはですね、やっぱ夏ということもありますので、最終のね、調教、そして展開面から見て、枠順の確認をしながらですね、お話ししたいと思いますね。まずはですね、最終追い切り評価、それから中間のね、動き、そして、前走の内容とかね、細かいところから見ても、採点的にどうしても落とせない。これはやっぱりナチュラルハイじゃないかなと思いますので、主軸はですね、このナチュラルハイにしたいと思います。そしてですね、大沼ステークスですね。このレースではね、今回4頭ね、出ておりました。サバが1着、そしてナチュラルハイがね、追っかけてくるような形で、あとはフルムもいましたね。ただフルムはどう見てもですね、やっぱ小回りがちょっと苦手な感じで、で、内枠のところで最終コーナーでですね、ちょっとやっぱ外にね、こう振られる感じで、不利があって、不利というか、まあ、あまりいい流れではなかったのでね、外側からというところ、内から外へというところで振られてますので、まあそのあたりは挽回が効くのかなというふうにも思っております。であとは高野がね、55キロというところで、今回はね出てきますので、まずはこの大沼のね勝負付けというところになってくるのかなというふうに思いますね。そして、その後またですね、ナチュラルに関しましてはマリンステークスでも快勝しております。これおそらくね非常に調子がいいんじゃないかなというところで、やはり調教でもねそのあたりが、私の方はよく見えましたので、ベルダーイメルをね今表示させました。ベルダイメルも S 評価をさせていただいておりますので、この馬と同様、今ね非常に調子がいいんじゃないかなと思います。でベルダイメルに関しましては、2022年のね新潟の BSN はちょっとダメでしたけど、おそらくあんま体調良くなかったんじゃないかなと思うんですね。ただ2021年の BSN は、新潟2着、そして3歳の1勝クラスでも一応ね1着と勝ってますんで、まあ新潟とね、まあ類似までいかないと思いますけどね、札幌近いんじゃないかなと思っておりますので、大回り、割と私はベルダイメルいけるんじゃないかなというふうに考えております。過去ですね、ローテーション的に、大沼ステークス組もね、割と強いので、まあ、ここからじゃあどの馬かなということを考えますと、まだ今回ね、内枠の2番には入ってしまってるんですけど、まあ、函館のようにね、急なここ回りということを考えなければ、まあ、前回のね、流れで、行けばですね、まあ、フルムでもね、なんとか通用するんじゃないのかなというふうに思っております。そして、サワはね、まあ、こちらも、勝ってますから、もちろん、強いかな
と思うんですけど、まあ、ちょっと今回は穴馬的な、ね、存在で、フルムから行ってみたいかなというふうにも考えております。ということでですね、一番手は、主軸にね、ナチュラルハイを持ってきたいと思います。この馬に関しましては先ほど申し上げた通り、調教面から、そして、今の状態が絶好調ではないのかなというふうに思っております。そしてですね、まあ、大沼でね、勝ちきれなくて、その後のマリンでね、ある程度立て直して、一着になってます。で、今回はまた舞台が変わってね、函館というところ、この馬に合うんじゃないのかなというふうに思っておりますので、こちらをね、まあ、1、2、3着の中のどっかに引っかかってくるかなというところの主軸でございます。そしてですね、フルムの方は逆に大沼からというね、ローテーションになってきますので、まあ、大沼ステークス組からは私はちょっと今回はフルムをね、選択したいかなと思っております。まあ、ちょっと内からのね、またスタートになってしまうので、ちょっと窮屈かなとは思うんですけどね、まあ、前走そこで克服しながらの、今回はコース代わりの札幌とちょっと広々とした感じで回ってこれるので、追い出しがね、だいぶ変わってくると思うんですね。そのあたりを狙ってですね、まあ、2着ぐらいには食い込んでこれるのかなというような感じで、読んでおります。そして、マリンステークスのね、ちょっと叩き組というところで、マリンを叩いて、調子を上げてきてるですね、今回 S 評価というところで、ベルダイメルをね、穴で、押していきたいかなと思っております。こちらもね、新潟では先ほどお話しした通り、2022年はね、調子ダメでしたけど、2021年は、合ってますから、まあ、うまいことハマればですね、外枠から、私はこの8枠からというのはいいんじゃないかなと思っておりますので、ぜひね、構想していけばいいかなとは思っております。そして、まあ、もう一頭ね、あげるとすれば、やはりですね、大沼を飼っている、サバですね。こちらをですね、4番手評価として上げさせていただければと思います。やはり、大沼でね、飼ってますから、まあ、その勢いがまだあると思いますので、こちらもね、まあ、多分ですね、大沼うまくはまったと思うんですね。函館というコース形状もあると思うんですけど、まあ、今回ちょっとコースが変わるのでね、ここのあたりで、はまってくるかなとはね、思うんですけど、まあ、この最初の上位の3頭に次いでという形で、推奨させていただければななんて思っております。続きましてはレパードステークスですね。こちらはやっぱりね、ミッキーファイトが、まあ、実績面が、まあ、ただまだね、そんなに数こなしてないのでね、まあ、ちょっとこの辺りで転ぶ可能性もあるかなというのもちょっと考えられなくはないと思います。で、まあ、ユニコーンではですね、まあ、ミッキーファイト、それからハーバーな、ね、あとピュアアラレがね、走ってますが、まあ、その中で一番ね、ミッキーが来てるというところではあるんですけど、まあ、ちょっとまだね、クエスチョンのところも多いのかなとは思いますけどね、まあ、ここはちょっと実績を上位というところで、一応ね、軸にしたいかなと思います。もう一頭のね、ミッキーも、ちょっと気にはなるんですね。ミッキークレストの方もね、いいかなと思いますので、そこは最後抑えかなというふうに考えております。そして2番手評価は、今回ね、三浦康生さんが乗ってくるハビレですね。まあ、大井ではね、ちょっとあそこ砂が深いのでね、あまり足が合わなかったのかなと思いますので、まあ、ここでね、康生ジョッキーが乗ってくれば、割と合うんじゃないのかなというふうにもね、まあ、枠もね、私はこのあたりがいいのかなと思いますので、まあ、2番手評価にハビレを押したいかなと思っております。そして3頭目はね、アラレタバジルを、推奨したいかなと思っております。やはり1回ね、新潟使って勝ってますからね、まあ、コース的にはいいのかなと思います。前回のね、ユニコーンの、からのコース代わりというのは、こちらの方が適正は部があるのかなと思います。まあ、ちょっと穴っぽいところではあると思うんですけど、まあ、外枠からね、うまいことをやれれば、まあ、前回はね、うまくいかなかったですけど、今回うまくはまってもらえればいいんじゃないかなというふうに思っております。ということで、レパードの方はね、ミッキーファイトを、主軸に置いて、でハビレ、それからアラレタバジル、そしてミッキークレストまでね、抑えてちょっとね、見てみたいかなと思っておりますので、まあ、ちょっと今回はもしかすると、これからちょっとね、バンコクでまた移動しなきゃいけないので、パドックがですね、ちょっと見れないかなと思いますので、ちょっとそのあたりはね、これで最終という位置を形で、やらせていただければ、幸いでございます。
今日はですね、私スワンナプーム空港にあります、ノボテルスワンナプームにおります。でそこから今動画の方ね、作らせていただきながら、皆さんの方に配信させていただきましたので、この後今日は、スクンビットの方にね、移動していきたいと思っておりますので、まだローカルなねあのホテルになりますので、ここからはですね、私の YouTube の、本当の旅編という形になると思いますのでね、お楽しみにお待ちいただければ幸いでございます。簡単にねスケジュールを申し上げますと、この後バンコクにおります。それでバンコクから、次にモルディブに飛びます。でモルディブに飛んでからですねまたパタヤに入ります。そして、パタヤに入ってからですね、シラチャに向かいます。そしてシラチャから、チェンライ、そしてゴールデントライアングル、メイソン、そして、チェンマイですね、チェンマイの方に移動して、それから帰国という形になると思いますので、楽しみにね動画の方もお待ちいただければと思いますので、ぜひ、チャンネル登録をしていただければと思います。そしてこの動画もなかなか良かったぞということでございましたら、ぜひねグッドマークの方もよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。バイバイ。またね。